笑いトリオ安田大サーカスのクロちゃん42が7日自身のツイッターを更新。株式会社ZOZO代表取締役社長前澤友作氏43が100人に100万円をプレゼントすると宣伝したツイッターにリツイートをした。クロちゃんはみんなのために100万円使うつもりなのでください打診、喜んでもらえることをしたいしんとリツイートし前澤氏に猛アピール。クロちゃんのフォロワーからは倍率上げるな、じゃあ具体的に書けよ、みんなのための前に親に何か使ってあげたら、いつも心配してるはずなんだから自分のために使うくせにと厳しい言葉が投げ飛ばされた。前澤氏は5日午後10時35分にツイッターを更新。ファッション通販サイトゼストウンの新春セールが史上最速で取扱高100億円を突破したことを記念して、僕個人から100名様に100万円を現金でプレゼントしますと書き込んだ。当該ツイートはこの日朝にリツイート数の世界記録355万件を上回るなど反響を呼んでいる。